帯びり駅は、新潟県三条市大敷にある、東日本旅客鉄道新越本線の駅である。大正時代に駅近くの大面油田で原油が産出され、昭和30年代まで積み出し基地として賑わった。短式ホーム2面2線を有する地上駅。両ホームは、古線橋で連絡している。園三条駅管理の無人駅となっている。駅舎には、 簡易自動券売機、自動販売機、トイレなど設置されている。交流拠点施設、イキラブ大式周辺は、宅地や農地となっている。北西側では2018年から、新たに市の県央土地開発公社による宅地造成が行われ、同じ栄地区に整備中の工業流通団地の、従業者主な狙いとして売り出されている。駅前には、 越後交通のバス停が設けられている。2019年11月7日に JR 東日本とストカが無人駅を活用して、園山上地域の産業発信地と交流拠点を作ることを目的に、クラウドファンディングを活用した上で、当駅にものづくりの交流拠点施設、イキラブを建設することを発表した。 2019年9月30日から11月29日まで、クラウドファンディングの募集を行った。ストカによると、目標金額以上の募金があったとしており、園三上地域の有志が、ドッツラインズを設立した。その後、2020年10月1日に、イキラブ大式としてオープンした。なお、同施設は作業スペースや交流スペース、 シェアオフィスなどで構成されている。ありがとうございます。